空母、一体何でしょうか。まるで赤城がネウロイになった時みたいでした。そういえば船体も少し赤城に似ていなかった。そっかな、私にはみんな同じに見えるけど、空母の空になんじゃない。いや、あれはな。坂本翔さん、私から話すわ。ミーナ、あれはグラフ・ツェッペリン、カールスラント軍所属の空母よ。あれ、カールスラントって空母持ってたっけ。リベリオンの他に空母を持ってるのってフソーとブリタニアぐらいだと思ってたけど。あら失礼ですわね、ガリアにも空母ぐらいありますわよ。まあサイズは少々小さめですけど。あ、やっぱりガリアの空母って小さいんだ、ベリーヌと同じ。ね、何が私と一緒だとおっしゃいますの。分かってるくせに。あなたたち、まだ話は終わってないわよ。ごめんなさい、失礼いたしました。では話を続けるわね。あれはカールスラント初の空母になるはずだった船なの。グラーフ・ゼッペリンは赤城型三番艦が扶桑からカールスラントに譲渡されて改装されたものだ。だからリーネの感じたことも。そうだったんですね。私もウィッチ用の設備搭載のために一時期協力していたことがあるのよ。はいはい、でもそれがなんであんなところに沈んでたんだ。カールスラント撤退戦の際に完成直前の状態で避難民を輸送して戻ってきていたのだけれど、その際にネウロイの攻撃を受けてこの海域で沈んだと聞いているわ。まあウィッチの護衛がいない空母なんか一発だよね。そうね、でもカールスラントには空母発着訓練を受けたウィッチも搭載機すらなかったわ。我が軍の船をネウロイにするなんて。沈んだ船ぐらい静かに眠らせてやれんのか。でもそのグラーフ・ツェッペリンを使ってネウロイは何をするつもりなんでしょうか。残念だけどそこまではまだわからないわ。今言えることは、赤城の時よりも激しい戦闘になるのは間違いないということか。グラフ・ゼッペリンはカールスラント内のネウロイの巣に向かっているそうだな。ええ、そうよ。だから次の戦闘ではグラフ・ゼッペリンだけでなく多数のネウロイとの総決戦になるでしょうね。総力戦か。私たちの戦う相手がまさかカールスラントの空母なんてね。なんだかな。ま、なんとかなるんじゃない。赤城だってどうにかなったし。そうだよ、みんないれば大丈夫。やれやれ、お前らは気楽でいいな、リベリア。まあね、深刻になりすぎるよりはいいだろ。悩んでもどうにもなんないし。まったく、ま、今の状況ではそれも一理あるか。おお、珍しく意地張らないね。うん、私は意地など張ったことはない。え、もしかして自覚ない。トゥルーデにそんなのあるわけないじゃん。な、何がおかしい。みんな、はいはい、そこまで。もうすぐ本艦はカールスラント領内に入ります。来たるべき戦闘に備えて今のうちにしっかり休息をとっておくように。いいわね。はい。シャーリーたちとエイラたちは紹介中か。サーニャがグラーフ・ツェッペリンを見つけてくれると思うけど。ああ、奴がカールスラント本土に入る前には追いつかないと厄介だ。
そうだね。あれ、ミーナだ。ミーナ、何を見ているんだ。二人とも、ちょっとね。ここからだと、ほら、ネウロの様子か。広がってるね。そうだな。くそ、ネウロイメ。ごめんなさい、二人とも。え、どうしたのさ。グラフチェッペリンのこと、もっと早くに私が気づいていれば防げたかもしれない。そうすれば私たちもすぐに戻れたし、みんなを危険にさらすこともなかった。しかし事前にそこまで察するのは無理だろう。そうだよ、ミーナのせいじゃないと思うけどな。ミーナ、考えているのはそれだけじゃないだろう。あの船は私たちが乗ってたかもしれないんだよね。確かにちょっと複雑な気分かな、そこは。ああ、赤城の時は坂本少佐や宮藤もこんな気持ちだったのかもしれんな。なんとも言えない気分だわ。そういえばこの天城もグラフ・ツェッペリンも赤城型か。なんとも皮肉だな。縁があるのかないのか。ねえミーナ、結局あいつの目的って何だと思う？あくまで予想だけど、やっぱりガリアへ宣戦を押し返すことでしょうね。ネウロックの時は短期ではそこまでの力があるものでもないし、ガリアの防衛体制さえ整えばと思っていたけど、赤城の件を踏まえればそれも不可能ではないというところか。まあそうなっちゃったらカールスラント奪回どころじゃなくなるからな。ああ、それにだ、ペリーヌ、リーネ、宮藤はこの後除隊すると聞いている。ええ、その予定だわ。またガリアやブリタニアで戦いが続くことになれば、あいつらも安心して除隊するわけにはいかないだろう。そういう奴らだ。だから何としてでも次で決着をつける。いや、あいつらだけじゃない、ウィッチーズ全員が心残りなくされるようにだ。グルーデン、そうね、その通りだわ。うん、いいんじゃない。どうした、そう素直に受け取られると気持ち悪いんだが。てっきり笑われると思っていた。あ、ほらトゥルーデ、二人に直接言ってあげれば。私たちがどうかしたんですか。わあ、お前たちいつからそこにいた。今さっきですけど。何のお話ですか。何でもない、何でもないぞ。あー、結局これだよ。ほんとめんどくさいんだから。それくらいにしておいてあげたら、ハルトマン注意。敵やつか。ええ、急ぐわよ。紹介中のシャーリーたちがグラフ・ツェッペリンを発見。現在護衛の小型ネウロイが多いので距離を置いて接敵中だ。同じく紹介中のエイラとサーニャも多数のネイロへの攻撃を受け苦戦中だ。天城を襲われる危険もあるし、二手に分けるしかないわね。私たちがシャーリーさんたちの援護に回ります。坂本少佐たちはエイラさんたちの援護を。了解だ、こちらが片付いたら追いかける。ええ、全員出撃準備。了解。3人とも怪我はないが、
魔法力の限界だ。申し訳ありません、私としたことが。あいつら数が多すぎるよ。怪我がなくて何よりだわ。天城までは持つわね。ゆっくり休んで次に備えて。しかし気を抜くな。奴ら天城を襲ってくるかもしれないからな。了解だ。サンダーに行きましょう。グラフチェペリンを追うわ。了解。奴はまだ見えないか。こりゃまたお出迎えがいっぱい来てるかな。急ぎましょう。ここで追いつくわよ。了解。Thank you.
し、撃墜数一気追加っと。急ぐぞ、もう少しで追いつく。ええ、行きましょう。